水星、小惑星繊維天体は、過去に水星として活動していた天体が、それをほとんど示さなくなり、小惑星化した場合の天体の分類名である。枯渇水星核とも呼ばれる。英語では、エクスティンクトコメットという。水星は、オールとの雲由来の天体であると考えられているが、それが、木星等の重力によって、軌道を変えられ、 太陽付近を周回する軌道で長い間安定すると水星にある揮発性物質が出尽くして小惑星特別がつかなくなると考えられている。新しく発見された小惑星が過去に観測された水星と同定された場合や小惑星として知られていた天体が水星活動の兆候を示した場合などにはその天体は小惑星と周期水星の両方に登録される。 流星群の母天体であることが判明した小惑星もこの分類に含まれるが水星としての観測記録や活動の兆候がない場合は周期水星としては登録されない。すでに確認された水星小惑星繊維天体には双子座流星群の母天体であるファイトンやウィルソン・ハリントン水星等がある。また地球近傍小惑星やダモクレス族の一部も 水星由来ではないかとの説もある。最近では、1819年に一度だけ観測された、ブランペイン水星が2005年になって、アポロ型小惑星 2003Y25 と同定され、さらに2013年に再発見されて、正式に番号登録された。なお、この水星は1956年に一度だけ観測された。 宝を座流星群の母天体であることがわかっている。ありがとうございます。